おい、霊夢。おい、しかとするな、霊夢。は。なんだ、マリサ来てたんだ。今何してたんだぜ。今はね、この前 D2 メガテンのガチャで引いた、完成帝君をめでていたんだよ。ほーん、なんかね、D2 メガテンで完成帝君が実装されてから、完成帝君がめちゃくちゃ欲しかったから、実際に手に入ってしまったら、D2 メガテンでの目標を失ったっていうか、満足したっていうか、ペットロスみたいな感じか。全然違いますけど、ほーん、なんか D2 メガテンをやる気があまり起きないんだよね。なるほど。欲しかったものが手に入ったから、満足してしまったってことか。それ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 。だから完成帝君をずっと眺めていたんだよ。ほーん、それなら、新たな完成帝君を探しに行くか。は？何言ってんだこいつ。正確には完成帝君じゃなくて、完成帝君だけどな。え？とりあえず向こうの世界線に飛んでいくぜ。え？ここは？ここはどこなの？まあ落ち着けよ霊夢、あれを見てみな。なんで急にデビル様なあなの？だから言っただろ、完成帝君じゃなくて、鑑定星君を探してこいって。え？だって鑑定星君って誤植のままリリースしてしまった。そもそもお前の D2 熱が冷めそうだからこの企画をやっていくんだってことを理解しろよこの銭ゲバミコブタ野郎。さらっとひどいこと言ったよね。ってことで次回作になるかもしれない、お自身死の異世界転生を楽しみに。一応 PSP で録画してるので、コピーガードが発動して録画できなくなる可能性があるから、その時はこの企画は終了です。させん。それじゃあ今後とも、よろしく哀愁。